こんばんは、岡田敏夫ゼミですね。今夜はですね、久しぶり、もう一周飛んじゃいましたので、ガンダム講座です。今日はね、ガンダム講座の、録画分がですね、長いんですよ。40分ぐらいあるからです。あんま喋らないようにしようと思います。で、これから見せるですね、ガンダムですね、イセリナ恋の後、第11話ですね、の講座なんですけども、ガンダム講座の第22回ということになります。で、イセリナ恋の後はね、もうあまりに語りたいから3回で語ってるんですね。だから前編中編後編という構造になってますけど、よろしくお願いします。で、このですね、講義はですね、久しぶりに、もう日曜イベント会場で講演形式やってるんですね。で、DMM のですね、本社にあったですね、大きめの会議室借りれたんでですね、なんか結構でっかいスクリーンに画像をポンと映して喋るということをやってます。で、今回第1回前編ではですね、冒頭のナレーションですね、これをですね、割と徹底的に解説してるんですけど、やっぱこの冒頭の、ね、ナレーションとね、映像がガンダムの11話ですね、うますぎるんですよね。で、初めてザビ家側が描かれると、一応ガルマチルの回でその時デギンザビ法王は杖を落としたというということでちょっと出てきたんですけども、初めてそのジオン側の家族像というのが描かれるんですね。もちろんドズルにしてもシャアに命令するシーンでこれまで出てきたんですけども、そういうのじゃなくて、そういう役割ではなくてですね、末息子を失ってしまった年老いた父親と家族の話というですね、かなりこのなんだろうな、ドラマ的なことをやってるんですね。で、悲しみに沈むその老家長ですか、父親のがもうすごい年取ってしまって、でその自分の弟が死んだことをチャンスにしようと意気込む長男でギレンっていうですね、こういう家族のギャップの中を描いたものです。長いのでですね、本当に今日は本編長いのでこれぐらいにしたいと思います。それではですね、ガンダム講座イセリナ恋の後ですね、ガンダム講座第22回お楽しみください。それではどうぞ。じゃあガンダム講座から始めます。ガンダムもようやっと11話になりましてですね、イセリナ恋の後ですね、とにかく、タイトルのですねセンスが抜群です。1979年のアニメだからですね、これ思いつかないですよこんなの。普通ですね、狙われたアムロとかですね、あと悲しきリベンジャーとかですね、多分そういうタイトルにしてるんですよ。復讐メインにするか狙われたアムロメインにするのかっていう風なのでやってるので、そのマジンガー Z とかですね、そういう時代とそんなにね変わんないんですよ。例えばその当時画期的だというふうに言われた、本当に画期的なんですけど、宇宙戦艦ヤマトのタイトルが例えばどんなのだったかっていうと、ドメル艦隊とついに雌雄を決する時のサブタイトルが、決戦七色艦隊とかですね、あと地球よヤマトは帰ってきたとかですね、なんかそういうタイトルなんですよ。で、それが当たり前の時代にですね、イセリナ恋の後っていうのをやることでですね、なんでしょうね、主人公としての目線をイセリナの方に持ってっちゃうんですね。で、別にイセリナだけじゃなくて、今回描写自体の描数はすごい少ないんですけども、ジオンのですね描写がすごく、なんだ深いところまで行ってます。で、恋の後っていうのはもちろん、その恋愛の後始末っていうこともあるんでしょうけれども、注目すべきところはですね、その前のですね、ガルマチルの時に初めて出てきたイセリナ・エシェンバッハっていうですね、いわゆる地球の名家のお嬢様ですね、ニューヨークみたいな町の市長の娘でも、それもエシェンバッハ家って言ってんだから、ドイツ系の移民の末裔なんでしょう。ということは、地球でもそこそこ金持ちの家の何不自由なく暮らしてた、とりあえず父親に逆らったら顔一発殴られただけで地面に伏せて泣いてたような女の子がですね、虫も殺せないという状態ですね。それがですね、ジオンの兵隊を道連れに、することもためらわないですね、殺人者になるっていう話ですね。それが恋の後のこの後につけてるニュアンスです。まず冒頭のナレーションです。イセリナ恋の後っていうのが出てきて、一番ガンダムシリーズはこの辺もやっぱり宇宙世紀0079、地球から最も遠いみたいなことを軽く言った後ですね、
サブタイトルが出て、でこのあとナレーションで月の向こう、地球から最も離れた宇宙空間に数十の宇宙都市が浮かぶ。これこそ地球を自らの独裁によって治めようとするザビ家の支配する宇宙都市国家ジオンである。この宇宙に浮かぶ円筒形の建造物の中に人々の生活空間がある。すなわち円筒形の直径は 6km 余り、長さに至っては 30km 以上ある。その中には人工の自然が作られて、人々は地球と全く同じ生活を営んでいた。今ジオン軍、宇宙攻撃軍司令ドズルダビ中将が前線基地から帰国するというやつなんです。ですね、全て現在形で書かれています。つまり、浮かぶジオンである、生活空間がある、最後は、ドズルザビ中将が前線基地から帰国するっていうんですね。帰国したとかですね、そういうのがあったという過去形ではなくて、全て現在形で、これあのアニメーションのナレーションでですね、こんなに現在形使うのは大変こう珍しいんですね。あの今もよくあるアニメーションでナレーションがある場合を聞いてほしいんですけども、本当に過去形で説明してます。で過去形の方が人間は耳に入ってきた時すんなりと、あこういう話なのねっていう風になるんですけど、現在形で話されるとどこでこの話が途切れるのか分かんないので、すごい落ち着かないんですよ。で、月の向こう、地球から最も離れた宇宙空間に数十の宇宙都市が浮かぶ。宇宙都市という言い方してるんですね。コロニーという言い方でもなく、宇宙ステーションという言い方でもなくて、宇宙都市が浮かぶ。でザビ家の支配する宇宙都市国家ジオンである。これこそ、ジオンであると。で人々の生活空間があるの後に、すなわち円筒形の直径は 6km 余りって、このすなわちっていうのはですね、実は日本語の文法上前の部分を説明するのがすなわちなんですけども、全くこのすなわちはそういうふうにつながってない。どちらかっていうと口語とか口談に近いですかね。あのパンパンと机を叩いて、すなわちそれはっていう時は、別にあの前後関係関係なく、弁士って言われる人たちが言葉の勢いだけでなんかつなげてるのに割と近いようなあのナレーションの使い方してます。で、初のジオン本国のですね描写です。見せ方相変わらずですね、前回のそのあの何でしょう、あの親子は、生まれ故郷に帰れたんだろうかってあのアムロが言ってる時にですね、ホワイトベースの窓にカメラが寄ってくっていうふうに僕言ったんですけども、これも今回も同じです。富野流のですね、多段クローズアップとモンタージュですね。とりあえずクローズアップとですね、ズームを多段式に使うことと、あとモンタージュといっていくつかの絵をですね並べて見せることによって意味を作ってるんですね。イセリナ恋の後の後、月の向こう、地球から最も離れた宇宙空間に数十の宇宙国家が浮かぶっていう時は、まず月面だけ見せます。これカメラは実はこの上の方にあって、月面のクレーターがあって、これをですね下の方へ降りていくんですね。この辺もあの富野さんの映像感覚のうまいところでですね、あの普通月の向こうっていうとオーバーなんですよ。オーバーあのムーンですね、オーバーザレインボーみたいで、オーバーで超えていくというイメージがあるから、ついついね月のね上側に描いちゃうんですよ。横側でもいいんですけど、ところがこのあえて月の下側に描くことによって画面の不安定性を狙っていると。地球から、地球を自らの独裁によって治めようとするというところまでですから、かなり長いセリフがですね、月の表面をカメラが舐めるだけで、その向こうの方にですね四角い板と何かポコポコと浮かんでいるものが見える。この四角い板は何かっていうと、ジオンの太陽光受信パネルですね、まあ、発電するためのそういうあの太陽電池のパネルと、あと宇宙都市国家がすごい小さく浮かんでるんですけれども、そこに数十の宇宙都市が浮かぶっていう描写でですね、実は、アムロたちが相手にしているのはこういうですね、なんか国なんだっていうのが分かります。でカメラがですね、この月から下ゆっくりと下がっていくと、その宇宙都市にゆっくりカメラが寄っていくと、ようやっと小さい宇宙船が見えてきます。でこの宇宙船が浮かんでるんですけども、この宇宙船の位置そのままでですね、背景のこの宇宙都市たちが今度は上から下へ流れていく。さっきの下から上へとですね、あの月の表面を舐めたのとカメラ方向が逆になって、この背景のはるか向こうに見える、宇宙都市国家たちがざーっと上から下へ流れていくんですね。
とですね、月の向こう地球から最も離れた宇宙都市に数値の一都市国家が浮かぶと、これぞこれこそ地球を自らの独裁によって治めようとするザベ家の支配する宇宙都市国家ジオンであるっていうところまででここですね。でそこにですね、このさっきの一隻の宇宙船で背景のこの宇宙都市の中にすごく大きいものが映り込んできます。でこの大きいものがどん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 このなんだろう手前の方へ来るんですけども、これと同じ形のものだっていうのがようやっと見てる人に分かるんですね。で、この宇宙に浮かぶ円筒形の建造物の中に人々の生活空間がある。さっきのナレーションのこの部分につながるんですね。すなわち円筒形の直径は 6km 余りというところで、この 6km 余りの像がこうフレームの中に入ってきます。で、人々は地球上と全く同じ生活を営んでいたというですね、説明ナレーションです。ここでカメラ切り替わってですね、急にこの今映ってた宇宙船を反対側から撮ります。つまりここの、 あの手前にあるように見えるんですけど、奥にある巨大な直径6キロの宇宙ステーションとこの宇宙船の間にカメラ位置が動くんですね。で正面からの構図になります。まあ、ほぼ正面からの構図で、ドズドザビ司令が乗っているちょっと改造した形の宇宙戦艦が見えます。で、今ジオン軍宇宙攻撃軍司令ドズルザビ中将が前線基地から帰国する。ナレーションの最後の部分がこれです。でこれ注目ポイントはどこかっていうと、ここにですね影の境があるの分かりますか。これあのこの辺りから影がだん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 こちら側の方に寄ってきて、最後はこの宇宙船全体を影で覆うんですね。これ何かというと、さっきの巨大な宇宙ステーションのようなスペースコロニーがの影にこの宇宙船が入っていくという描写です。これですね、なんだろうな、スターウォーズのローグワンとかで見せてる時のスターデストロイヤーやデススターの見せ方と同じなんですね。何かこのスターウォーズ系の映画というのは巨大なものを見せる時にまず巨大な宇宙船を見せて、それがだんだん何かの影に入っていく。例えばダース・ベイダー専用のエグゼキューターという巨大宇宙船の影に入るとかですね、デススターの影に入るということで巨大さを出してるんですけども、これもあの同じで、もうスターウォーズローグワンで見せてるのの35年以上前にトミノ・エイスっていうのはこういうどうやって宇宙空間で巨大なものを出すのかというと、宇宙船がその影に入っていくという描写をしちゃえっていうふうに見せるんですね。で、これはあのドズルザビ中将が前線基地から帰国するって言ったら、もうあとナレーション何にもなくなって、宇宙船の音だけになって影にずーって入ってきて、で次に宇宙船がゆっくりと、ごめんなさい、宇宙あのまあコロニーの中のドッキングベイって言われるところに入っていくところですね。これなんで切り出したのかっていうと、あの割と思い切った作画をしてるんですね。あの影の部分を真っ黒に潰してると、おかげでこの宇宙船の形が分かりにくくなっちゃってるんですけども、本来宇宙空間で宇宙船こんな風に見えるんですね。つまり光が当たってる部分には模様なりディティール見えるんですけども、影の部分は真っ黒で何も見えない。あのなかなか機動戦士ガンダムですね、第1話からこれをやろうとしてたんですけども、あの子供に分かりづらいんですね。どうやってもやっぱ暗いところは暗いなりの色で塗って描かないとですね、分かりにくいもんだから真っ黒に潰しちゃうっていう、宇宙空間ではこれが当たり前なんですけども、富野さんでもやっぱそれ思い切ってできなかったのが、ようやっと11話ですね、ずっと地上の話やって宇宙空間に帰ってきたからこそ、このあえて真っ黒に潰しちゃうというのができるんですね。でここもですね無言でこうやります。で無言でやって、これドズルザビ中将が前線基地から帰国するっていうナレーションでプツンと声が途切れてるから、見てる人間の注意は多分その帰国するって言ってるんだから、この宇宙船にドズルザビが乗ってるんだろう、この宇宙船にドズルザビが乗ってるんだろうというふうなことで、散々この宇宙船にゆっくりと注意が引かれていきます。もうこの宇宙船一番最初から見せると、この月の向こうに小さく見えてるところから始まって、次にコロニーの前ですごく小さく見えていて、で次に、宇宙都市国家の手前でゆっくりゆっくりこんな風に影に、あ俺の手がうまくいってる、影にこういう風に入っていくところを見せた上で、
ようやっとこうアップになりますね。で富野多段ズームっていうふうに言ったんですけども、富野さんこういうふうに多段式にゆっくりゆっくり寄ってくるのが好きなんですね。次のカットでやっとちらっと見えます宇宙船のブリッジのここに立ってるおっさんにゆっくりとカメラが寄っていきます。まだここでもセリフがありません。セリフがなくてようやっと次のコマでですね、こいつがもうドアップになります。ドンとアップになります。ドアップになってですね、で肉肉しげにつぶやくドズルと、分半年前と同じだ、何の補強工事もしておらんですね。このですね、ドズルザビ中将が帰国したっていうふうに言って、ずっと溜めて溜めて溜めて、宇宙船がだん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 ドックの中に入っていって、宇宙船の中にあの一部分アップにしていて、ブリッジのアップにして、ようやっと正面から撮ったと思ったら文句言うんですね、半年前と同じだ、何の補強工事もしておらんっていうやつですね。まあ、このセリフね、すごく僕いいセリフだと思うんですけども、このセリフ一発だけでドズルの性格とか立場が分かるんですよ。なんでね僕これ話すのかっていうと、本当に機動戦士ガンダムっていうのはテレビシリーズの中でキャラクターだった時、本当に多様的な捉え方があるんですけども、その後いろんな形で漫画になったり劇場版になったりゲームになったり、まあ、あとオリジンっていうですね、安彦さんの視点で漫画になってというふうな、いろんな人が、自分独自のと言うんですけど、ほぼ同じような視点で捉えちゃってるんですね。なのでドズルザビにのみんなの視点っていうのはなんか身内に甘くて、軍人としてはそこそこ優秀なんだけども、やっぱそんな大したことじゃ ない人だというふうに考えられるし、あとギレン総帥っていうそのジオン の、まあ、子供のですね、長男ですね、長男は、すごい頭が良くて切れるっていうふうに捉えられてるんですけども、僕ねこの11話を見た時にそうではない面白さっていうのをやっぱ発見するんですよ。半年前と同じだ、何の補強工事もしておらんっていうのは何かっていうと、ドズルだけが連邦に攻め込まれた時のことを考えてるんですね。なんで補強工事が必要なのかっていうと、攻め込まれた時にこのままでは守りきれないからなんです。じゃあなんでドズル以外は攻め込まれることを考えてないのかっていうと、半年も前からジオンは戦争に勝ってるからですね。地球に対して攻めて攻めて攻めて、でなんか地球 の連邦軍を降伏させるところまでは行ってないんだけども、十分勝ち戦が現状のところ進んでるんですよ。で地球から宇宙に上がってくるにはロケット燃料を大量に消費するから、地球連邦がジオンに来ることなんかないっていうふうに考えてるんですね。でそれは一般の人はそういうふうに考えたり油断したりするのもいいかも分かんないんですけども、軍人っていうのはね、そういう考え方しないんですよ。とりあえず勝つことだけを考えるのは素人で、なんで補強工事必要なのかというと、補強工事さえしといたら連邦軍はジオンを今攻めても無駄だというふうに諦めるんですね。で地球連邦の軍人が諦めれば、それだけ和平も近くなるし、降伏交渉もうまくいくというふうに考える、とこういう政治家的な軍人の考え方をドズルだけしてるんです。だからドズルだけは半年前と同じだというのは、補強工事もしろと命令してるのに、全て国力がですね、新兵器の開発とかですね、いかに地球を攻撃するかとか、新型モビルスーツっていう全て攻撃一方の発想にいってることに文句を言ってるんですね。かなり僕は優秀なですね、軍人だと思います。実はギレンとかキシリアっていうのは将軍って名乗ってるんですけど、まあ偽軍人なんですよ。ギレンは作戦が好きだし、キシリアは謀略って言われる、なんだろうな、裏工作が好きなだけの人間で、実はこのドズルっていうのだけは多分ジオンの中で純粋になんか軍人的なものを発想する人なんですね。だからドズルね、生き残ってたらば後のこのソロモンの戦いで死ぬんですけども、ジオンは戦争に負けなかったかもっていうふうに僕なんかもう妄想しちゃうんですね、イフの世界で。よく戦国もののイフで、信長が本能寺で負けなかったらどういうふうになったのかっていうようなことが書かれるじゃないですか。それは信長っていうのがすごいやつだっていうのは、後世の人間なり僕らなりが考えてるから、信長がもし死ななかったらイフっていうのが、異世界に転生したらイフっていうイフがあるのと同じように、実はドズルが戦闘で死ななかったらば、多分和平交渉は全く違う形になっていたし、で、連邦軍をジオン本国の近くにまでおびき寄せてアバワクっていうですね、自分たちの正面で叩くなんて愚かなことは多分しなかったはずなんですね。だから
なんだろうな、ガンソロモンというのは僕はガンダム世界の本能寺みたいなもんだと思ってますんで、ガルマザビが総帥をやってドズルが将軍をやってた世界っていうですね、なんか、そういうふうなものも面白いなと思います。で、あとね、ガルマもやっぱりね、評価が低すぎる。やっぱそのシャアの視点でシャアがバカだとか坊ちゃんだって言うから、やっぱそういうふうに考えちゃうんですけども、ガルマとランバラルとマチルダーさん、この3人だけがガンダムの世界の中で死んだ後に仲間が復讐を言うんです。で、この3人の周りから見た人望、視聴者から見た人望じゃないんですよ。視聴者から見た人望はランバラルが高くて、マチルダさんはなんでそんなみんなムキになるのかよくわからない。でもあれよくよく考えてみたら、連邦軍の中でレビル将軍から命令されてるとはいえ、補給部隊だけで最前線を移動するってめちゃくちゃリスキーなことやってるんですね。それを全部自分個人の才覚でやってるから、実はジオン軍にランバラルがあるのならば、連邦軍にはマチルダ・アジャンありぐらいのポイントの人材なんですよね。そこのところを 見えてないと、なんかそのこれもやっぱりそのガンダムファンが勝手にガンダムの放送を作っちゃった僕視点だと思ってるんですけども、マチルダさんっていうのはアムロの初恋の人で、なんだろう、死んだらみんな悲しい。ランバラルは男の中の男、戦場の中のというふうに考えてるけど、そうじゃないんですよ。3人だけが周りの人が復讐のために立ったっていうのは、ランバラル、あとガルマ、マチルダ、この3人はいかに周りの人間に評価されてたのかっていうのを富野周期はちゃんと演出で作ってるんですね。なのにこのガルマさんの評価がですね、すごく低い。みんなもう安彦さんのですね漫画に騙されてると思いますの です、ね、ちょっとそこら辺あたりを、ガルマとドズルの生き残った世界をね、僕はちょっと小説で書いてみたいなというか、同人誌で書こうかなと思うぐらいです。はい、お疲れ様でした。今日は無料はここまでです。ですね、まあここまででもう20分ぐらい以上あるんですけども、ここからまだ20分ぐらいあるのでですね、一旦ちょっとコーヒーを飲みながら休憩しますけどもですね、僕もこの2年前の公演映像を見てびっくりしたんですけども、えらい太ってるよね。あの座り方とあの服もよろしくないんだけども、えらい太ってるよね。多分今と同じぐらいじゃないかと思う。あの後ちょっと絞ってまた戻ったという感じなんですけどもですね、もう冒頭ナレーションとドズルのセリフ一言だけで10分以上喋ってますから、今回これはね前中後編3部作になってですね、1時間半超えするのはまあ仕方がないんじゃないかというふうに思います。もう今ねコメントで月の満ち欠けと言いましたけども、それですね、月の満ち欠けだと思いますけども、ではではですね、今日はこれからも長いのでですね、それでは、後半の方行こうと思います。すいません、YouTube で見てる人、あと無料で見てる方ですね、ここまでですので、ここから先はですね限定放送、有料の放送になります。準備いいですね。それでは、限定放送の方よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。岡田斗司夫ゼミはですね、今無印というのと、あとプレミアムというのと2種類に分かれております。今皆さんが見てるのは無料の放送というふうなやつで、まあ、YouTube でも見れるし、あとニコニコ生放送ドワンゴの会員になっている方もですね、無料で見れる部分なんですけれどもですね、それ以外の、まあ、上位バージョンとしてですね、無印、岡田斗司夫ゼミ月額500円というのと、プレミアム月額2000円というのがあります。まあ、その差は何かというと、プレミアムの方はですね、アーカイブに入れるというやつなんですね。アーカイブというのは岡田斗司夫の、まあ、映像の過去の、かなり、膨大なものですか。この間計算したら800時間以上あったから、多分1000時間以上あると思うんですけど、まあ、それが見れるとか、あと、まあ、大体過去のですね、僕の書いた本の、まあ、原稿そのものが入ってたり文字が入ってたりするというサービスであります。なので、まあ、無料で見ていただいても全然大丈夫、楽しめるように作ってるんですけれども、興味があったりですね、お金に余裕があったら、500円の無印もしくは2000円のプレミアムの方に1回ぐらい入ってくれ。でもですね、俺こんなに頑張ってんだからいいんじゃねえかなと最近ですね思い出してるという、なんかそこら辺であります。それではどうぞよろしくお願いします。